ザ・マリナ・ストラム4スーパーコンピューターマレノ・ストルムは、米 IBM とスペイン科学教育省が構築したスーパーコンピュータ。スペインバルセロナにある国立スーパーコンピュータセンターに設置されている。マレノ・ストルムは、ラテン語で、我らの海を意味し、ローマ時代に地中海を指した言葉である。マリナ・ストラム4では、メロナックス・インフィノバンド EDR ネットワークを用い、 2017年にジーオンプラチナムを使ったシステムで11.15プフラップスを達成し2018年6月の時点で54台の IBM パワーシステムズ AC922 で1.48プフラップスを達成した。マリナストラム3では2013年6月の時点で IBM アイダタプレックスデラックス 360M43056 ノード 42ノード84機の G-On ファ i 5110P 1 0 4 6イト長のメインメモリと2ペタバイト長のストレージで構成され1.1プフラップスを達成した。大きさは120平方メートルでバスケットボールコート半分の大きさよりも小さい。総重量は4万キログラム。古い境界道を利用したバルセロナスーパーコンピューティングセンターに設置されている。 スペインのスーパーコンピュータネットワークを構成する7台の HPC のうちの一つであり、遺伝解析などに使用されている。2004年3月、IBM とスペイン政府は世界最速級のスーパーコンピュータの建造に関する協定を結んだ。マレノストルムは当初、マドリード郊外の町サンフェルナンドでヘナレスにおいて、IBM と スペイン科学教育省が共同で2ヶ月をかけて構築した。その後、バルセロナの現在地に移転した。当初は IBM の汎用 CPU を使用したブレードサーバーブレードセンター JS20 を使用しており、CPU3564 コア20.53とフラップスの性能を持った。2004年11月時点で世界4位を記録している。 その後もプロセッサを加えるなどのアップグレードを行っており、1240コアへの回収を行い62.63とフラップスを実現した後の2006年11月時点では世界5位の速さを持つスーパーコンピュータであった。2560個のブレードサーバーブレードセンター JS21 から構成されている。格納度は IBM のデュアルコアプロセッサパワー PC970MP を2つ使用しており、マレノストロム全体は 2.3GHz の CPU1240 コアで構成されていることになる。ノード感はミラネットとギガビットイーサネットで接続されている。OS はスセリナックスエンタープライズサーバー級。リンパックベンチマーク値は 最大実行性能62.63とフラップス、理論ピーク性能94.21とフラップスを記録している。2009年12月時点でヨーロッパで25番目に強力なコンピュータである。2016年マリナストラム4として X86、X ARM、ムパワー r 9の3種の CPU を利用したクラスタで構成されたものを導入することが発表された。 最大13.7プフラップスを達成する予定。ありがとうございます。